一こでタバコを吸っている、でダメと言われる、もうこれもダメだから絶望する船の後ろにいる、そっと船の後ろに何があるか、みんな知ってるだろうタイタニック号の一番甘美は、分かるかというツッコミがあると思うんですけども自分の未来しか見えていないジャックはですね、三島線三島線用の甲板でですね、一等のベランダ見上げるんですよで見上げたベランダにですね、去っていくヨーロッパを見ている女の子がいるんですね で、これあの、実はこう、船の後ろがこちら側でですね、ジャックはずっとこの前を見てたんですね。ジャック前を見てて、あれって思って後ろ振り返るとですね、甲板からですね、後ろのヨーロッパ見てる女の子がいると。で、過去だけ見て悲しげな女の子に一目惚れっていうシーンですね。まあ、これが沈没の3日前、4月11日木曜日のですね、夕暮れの出来事です。もうちょっと精密な模型で説明してみようかな。しなくてもいいのかな。 ジャックいたの、さっき言った3等甲板なんですよ。で、3等の、これ、あの、乾板でですね。で、2等がですね、このものすごい狭いところなんですよね。2等。1等が、これ全部なんですよ。ここら辺全部で、1等、この後ろよく見えるバルコニー取ってるんですけども、ローズいるのはこの1等のですね、この一番端っこですね、この角のところに立ってる。それを、本当ちょうどね、3等から見えるから、一目惚れするには一番いいビューポイントに。 キャメロン考えてるなと思ったんですけど、どうやって考えてるのかなと思ったら、キャメロンはタイタニックという映画を作る前に、まず7.5メートルの模型を作って、頭おかしいですよね。7メートル半ですよ。7メートル半の模型を映画作る前にスタッフに作らせて、 で、ビデオカメラ持ってきて、とりあえずいろんな角度から撮って、これ映画になるよって、いわゆるプレビズですよね。庵野秀明がですね、あの、新エヴァンゲリオンでやったことっていうのは、実は元ネタは1995年にキャメロンがやったことなんですね。で、これはあの、まあ、来週話せると思うんですけど来週話せると思うんですけど、あの、ちゃんと証拠があります。 なんで僕がこんなに、シン・エヴァンゲリオンのプレビスっていうのは、実はタイタニックなんだっていうのはですね、メイキングの映像とかですね、その後の樋口真嗣の映像とかそこら辺見ると、すごい繋がるんですよね。だからそこら辺の証,証拠の話は来週しようと思いますけども、まあ、こうやってですね、あの、7.5メートルの模型を作っていろいろ考えたから、あの、できるショットでもあるわけですね。えー、しかしですね、ローズという女の子はですね、その、 ジャックの姿勢に気づかずですね、出向した日からですね、毎日同じ繰り返しなんですね。まあ、しょうもない会話をしてですね、無意味な表面だけのおしゃべりですね。で退屈なのにマウントだけをやたら取ってくるですね、婚約者のキャルですね。すべてに絶望していた絶。絶望していたのでですね、 ある日の夜ですね、一等席の食堂でですね、あの船のオーナーとか設計者と食事をするシーンがあるんですけども、ローズはその時にですね、タバコをぷかーと吸い出すんですね。で、これ、ローズがタバコ吸うのは当たり前ですよ。というのは、パリの社交界とかですね、イギリスでも上流階級の婦人っていうのはですね、基本的にタバコを吸うんですね。しかし、アメリカ人って、その、意外なんですけども、保守的なんですよ。っていうのは、 大敗したヨーロッパの文化から逃れてピューリタンたち、いわゆるもっと貧乏でよく働く人たちが移民して作った国家がアメリカなもんだから、アメリカってその金持ちがどんどんできてるんですけども、文化的には保守的に近いんですね。だからローズ帰るのが嫌だったんですよ。で、タバコプカート吸って、これのも別にヨーロッパの上流社会で当たり前ですよ、でしょってやってたんですけど、そうするとそれを見てお母さんが怒るんですね。 あなたはこれからアメリカのいなかの保守的な世界に帰るんだから、タバコなんか吸ってたら男の人に嫌われちゃうじゃないのっていうふうに言うんですね。で、でも一層死のうというふうに思って、発作的にですね、さっきの一棟のベランダからローズが階段を降りて、三棟の、あの、 三島の甲板通って、船の一番後ろから身を投げようとしまいます。もういっそ死んじゃおうかと思って。で、後ろの方に行くのも、これ三島の甲板の後ろの方に行くのも、やっぱヨーロッパに帰りたいという思いが、もう飛び降りて自殺してしまいになるんですね。だから船の後ろの方へ後ろの方へ行くんですけど、ところがこの船の一番後ろっていうところではですね、偶然三島の喫煙場所になってるんですね。船の中って基本的に禁煙なんですよ。まあまあ、今でもそうなんですけど。 ところがですね、一等客だけは船の中でタバコを吸える。これも階級社会ですね。だから一等の食堂で、そのローズがタバコ吸うシーンを入れるのも階級を見せるため。で、そこで怒られるのもアメリカの保守社会というのを説明するため。で、絶望したローズがヨーロッパに帰ろうと、後ろの方へ走ると、そこには偶然三等のタバコを吸う場所だったというですね。いくつもの偶然重とてる。これもキャメロンのですね、タイタニックのマニアだったら分かってくれるだろう。 一番後ろに行くとジャックがちょうど三島客はさっきも言ったように船内でタバコを吸えないので船の外のベンチですね3島のところでタバコをぷかっと吹かすとここで出会うというです,、ね、すごい偶然が作ってます。あのまあ、あのローズがです、ね、この食堂でタバコを吸ってるという伏線が回収されてるんですけどもわかるかと。 キャメロンみんなをね、タイタニックのマニアだと思いすぎなんですよ。だから、ローズタバコを吸ってる、食でタバコを吸っている。で、ダメって言われる。もうこれもダメだから絶望する。船の後ろに、いるそっと船の後ろに何があるか。みんな知ってるだろうタイタニックこの一番完備は三等客の喫煙場所なんだって言うんですっ、ね、て。わ <laughs> かるかって突っ込みがあると思うんですけども、まあ、そこで出会いするわけですね。で、こうやってですね、二人は出会ってですね、お互いに意識しだします。えー、うっかりですね、ローズは自殺しようとして なんですけどそれを言うとまあ事件になっちゃうんですねうっかり足を滑らせて落ちかけたローズをですね、えー、助けたという設定になってです、ね、嘘をつきますね婚約者のキャールはですねまあすごい怒ってあのまあマウント取る男ですから怒るんですけどもですね紳士の振る舞いをしろと周りから言われるんですねで紳士の振る舞いとしてですねジャックを翌日 4月13日、沈没の前の日ですね、のですね、ディナーに誘わざるを得なくなるんですね。どうせマナーも知らないだろうし、ろくな服を持ってないだろうから恥をかかせてやれということで、まあ、親切ぶってディナーに誘うわけです。で、えー、選出に戻ったですね、ローズにですね、えー、キャルはですね、お前なんか俺の妻なんだから恥かかせるのなって言いたい、言いたいのをぐっと我慢してですね、 とっときのプレゼントをするんですね。それがですね、あの、巨大なブルーダイヤモンドなんですよ。ハート型のですね、でっかい青いダイヤモンドなんですけども、壁用のハートってですね、あの、青い海のハートっていうふうに言われあの、映画の中で言われてる巨大なダイヤモンドです。 で、ルイ16世もつけたダイヤモンドだよっていうふうにですね、言いながらキャラ付けるんですけど、この、この時のやっぱりその、ローズの微妙な顔ですね。ルイ16世ってギロチンで殺された王様ちゃんとフランス革命で。で、ルイ16世がつけてた、持ってたダイヤモンドって言われて、縁起いいはずがないのにと思いながら見たら、めっちゃ綺麗でどでかいダイヤモンドですね。ローズはちょっとここで態度。 変えるんですね、映画見てもらったら分かるんですけどちょっと変わるんですよ。キャルが下品で嫌いなローズもですねさすがにこのダイヤの大きさと素晴らしさにですねちょっと息をのんじゃうんですねでこれでこの女は落ちたですねまあ、まだ婚約とは言いながらですね一回もベッドインとかしてないんでですねキャルはですねやったこれでこの女落としたっていうふうに安心するとで揺れるローズの女心を見せると。 4月14日の沈没までですね、あと2日ですね。で、翌日ですね、4月13日の朝、もう、沈没の前日ですよね。あの、4月13日の朝、これ土曜日です。一、えー、等専用のデッキにですね、えーまあ、招待されて、ジャックご機嫌です。ローズが、まあ、あの、あとは友達になったんだから、あの、私のピンチを救ってくれて、おまけにかばって嘘までついてくれたというふうなことでですね、逮捕されかけた、あの、のに守ってくれたので、 あの、ジャックに感謝してですね、一等のプロムナードデッキですね。あの一番上の、ここですよ、この一番上のね、一番いいところですね。えー、ジャックと一緒にこう、うろうろ、うろうろ散歩するシーンがあるんですけどもですね。えー、しかしですね、ローズがイライラしてるのをですね、理解できずにですね、まあ二人喧嘩になっちゃうんですね。あの、本当は仲良く話せるはずだったんですけど、前の日にですね、ダイヤ見せられて、ローズはもう自分で自分の気持ちがわかんなくなって、ちょっとイライラしちゃうんですね。喧嘩になっちゃいます。で、えー、このシーンですね、一等、 キャップのですね、その遊歩道ですね、ベランダウロうろうする時の、まあ、あの、ジャックの服の浮き方ですか。もう本当にズボン釣りしてるんですよ。ズボン釣りというかね、シャツとかズボン釣りって下着なんですよ。で、上流階級にとって下着は見せるもんじゃないし、肌すら見せるもんじゃないんですね。昔のあの、なんだろうな、えっ、ー、と、キャルが船に乗り込んだ時に帽子かぶって手袋してるのもですね、できるだけ皮膚を人前で見せないと。これが上流階級の振る舞いなんですよ。 じゃあ、上流階級は肌を人にむせないって言うんだったら、女の人はなんで胸空いてるのか。と。昔からですね、上流階級の女の人って、めっちゃ胸空いてるドレス着てますよね。あれは何かっていうと、こんなに胸が空いてるドレスを見ても、俺は興奮しない。俺はクールだ。俺は理性があるってアピールなんですね。だから男性はほとんど皮膚を隠すような宇宙服みたいな格好をして、女性はパーティー会場とか舞踏会だけはものすごい胸空いた格好しているのは、 どんなに挑発した格好をしても男性はそれで動物みたいに振る舞わないと、理性的に振る舞うってですね、そういうアピールをですね、こう、当時やってたわけですよね。まあ、いや、だから、あのー、ハリウッドのセレブたちがね、集まるパーティーで、みんな、あの、女の人はなんか、なぜか乳首丸出しみたいな服着てるじゃないですか。あれ何なのよって言ったら、それをテレビで中継するからおかしいんであって、あれ、上流会議の人たちだけだったら、 まあ、皆さん男の人は私のことをそんな変な目で見ませんよね。これをファッションとして理解できますよねってアピールが通るんですけども、あれは最近はテレビでこう中継したりするから話がおかしくなってきちゃうんですね。質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの この岡田敏夫ゼミというのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。